にちは、かけまです。今日は、昨日もご紹介いたしました、なっちゃんのふんわり白桃というジュースの動画、ご一緒にご覧いただきたいと思います。なっちゃん、ふんわり白桃、純粋仕立て、果汁は 10% ということです。そういたしましたら、原材料名の方参りたいと思うんですけど、見えづらいですよね。すいません。ここからなんですけれども、まず、糖類ですね。あとは、桃に食塩に酸味料、香料、ビタミン C ということです。あと、カロリーの方は、100ml あたり 45kcal ということで、その上、なっちゃんの白桃の特徴、ふんわり優しい白桃の香りと、みずみずしい美しさが広がる心浮き立つなっちゃん白桃です。はい、こちらがなっちゃんふんわり白桃の中身です。果汁 10% の割にはちょっと濃いような感じもするんですけれども、かなり白濁りしてますよね。それではお味の方チェックしてみたいと思います。ああ、うまい。うまいです。そうですね。いわゆるよく引き合いに出すんですけれども、缶詰の白桃あるじゃないですか。あれの言うたら甘くないタイプの缶詰の汁を飲んでるみたいな感じです。で、そうですね、味はめっちゃ濃いとかそんなんじゃなくて、濃いのは濃いんですけれども、喉越しはちょうどいいさっぱり感が高い感じの、そうですね、最初口当たりはちょっと白桃のインパクトがガツンってあるんですけれど、喉越しは、若干そうでもないなっていう、ちょうど良い加減のテイストになっています。すいません、うまいこと言えないです。ちょっともう一回チェックします。そうですね。口当たりはものすごい桃なんですけれども。で、すいません。缶詰の表現したんですけれども、やっぱりちゃいますよね。なんか、桃の風味、コク、言うたら白桃のちょっといい癖ですかね、なんか白桃の皮付近あたりの味ですよね。すいません、何を言うてるんでしょうか。が最初に口当たりにガツンってきて、結構濃いんかなと思ったら、喉越しはちょっとあれ薄いっていう感じなテイストになってます。さっぱり感すごい高いですね。美味しいです。さすがなっちゃんっていう感じでしょうか。これは関西スーパーさんの方でゲットしてまいりました。とても美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。